アキシチニブは小分子、チロシンキナーゼ阻害薬の一つである、商品名インライタ。ヒト乳がん細胞一色モデルで細胞増殖を優位に抑制した。また、人細胞癌での臨床試験や他の癌種で部分走行した。無造悪生存期間が若干延長したが、知死的な副作用も発現した。開発コード AG013736。2012年1月。 米国 FDA が一時治療に抵抗性を示した新興人細胞癌に対する使用を承認した。2012年6月、日本の厚生労働省が根治切除不能、または転移性の人細胞癌についての使用を承認した。2012年9月、EU でスニチニブ、またはサイト会による全治療が効かなくなった新興人細胞癌の成人患者を対象に使用が、 承認された。新香水がんに対するゲムシタビン併用大 2i 臨床試験の結果は良好であった。しかし、2009年1月に報告されたゲムシタビン併用大 3i 臨床試験では、新香水がんにおけるゲムシタビン炭剤への上乗せ効果が見られず、試験が中止された。2010年、全治療のある転移性人細胞がんの治療についての第 スリーアイリン試験の結果、ソラフェニブと比較して、無造惑生存期間が優位に延長したと報告された。同試験結果に基づき、2011年12月、米国公主要薬諮問委員会は記名投票の結果、アキシチニブを新興人細胞癌の二次治療に用いることを承認した。米国 FDA、欧州エマ、英国マラ、 ゴーシューとが日本厚生労働省がそれぞれ人細胞岩への使用を承認した。2015年に公表された臨床試験では、アレクチニブは慢性骨髄性白血病や急性リンパ性、白血病で、イマチニブ等のチロシンキナアゼ素外薬体制を示す、変異遺伝子を有する白血病に対して有効性を示した。これは患者自身の細胞を使用して、 基地の薬物をスクリーニングすることで発見された適応症の最初の例の一つである。アキシチ二部は製剤の成分に過敏症のある患者には近忌である。日本ではその他、妊婦、または妊娠している可能性のある女性に対して近忌とされている。米国版添付文書には下記について警告されている。日本の添付文書ではこのかが身長投与となっているか。 重要な基本的注意にはと記載されている。添付文書に記載されている重大な副作用は、主な副作用は、下痢、悪心、嘔吐、食欲減退、口内炎、便秘、頭痛、味覚異常、発生困難、手足症候群、発疹、皮膚乾燥、疲労、無力症、体重減少、粘膜炎症、タンパク尿である。 サイプ 3A4 やサイプ 3A5 の強力な阻害作用を持つ薬剤と併用すると、アキシチニブの血中からの消失が遅くなる可能性がある。主要な作用基準は、血管内非細胞増殖因子受容体1から3、C キット、血小板由来成長因子受容体の阻害である。これは一方で、血管新生の阻害を可能とする。またソラフェニブ等のチロシン器のアゼ阻害薬同様。 細胞の辞職を引き起こしている可能性がある。アキシチニブは VGF、e、に結合する場合とは異なる。立体廃座で p c r b l 融合タンパク質に結合し、特に薬剤耐性となる T315I 変異形をよく阻害する。ありがとうございます。